どこのサークルが入るか、誰と友達に、ほんまになるか。もうね、まだひなちゃん、よーい伸びて、まだよーいして、まだクラウチングスタートで。でも私だけじゃないから、高校の時から。だってあれやね、あの走りやすとかもこう作らなあかんのに、なんか修正とかもらったりするやつとか。いやいやいや、そういうのは大丈夫。そうね、ちょっと食堂で一緒に観光できてとかいうやつとか作らなあかんの。いや、私も真面目なんで、そういうことはしないんですよ。ちゃんと自分で作ったりして。サークルは、もうなんか何あるかわかんない。何やりたい。でもなんかそれこそダンスとかあるんですよ。あ、ダンスあったんやね、ダンスサークル。え、何の中央とか何があるか分かんないけど、迷いもないのないの。大学に入ってたらよかったなと思ったのがイベント一つ、文化祭とか、なんかこう学校のなんかイベントがあるときに企画するサークル。でもそれと一緒だよ、私10年くらい。そう、学校から依頼されるんですけど、企画のちょっとイベントを作ってほしい。で、そこはね、本当にたくさんの友達もすごい、めちゃめちゃやまあ。
クリップスまでも見たことない。作って、シルティックスね、いいね、いや、見たことあるんだけど、来月の息子の子もはい、ハッシュタグデジバグでございます。皆さん、これのコメントを決めますんで、はい、ゲストはこの方、インキュベーション所属、斉藤美由紀ちゃん、そして前垣さらちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずは美由紀ちゃんだけでご紹介いただきましょうかね。はい、美由紀です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここはどこなんですか？
高校卒業してから上京、それからモデル活動を始めたくなって、アイドルというよりはなんかバンドを出すか、バンド楽器を持たないバンド、ゴールデンボーマーみたいな感じ、エアでバンドとなるという感じじゃなくて、なんか、ロックバーとか、実際に見たのか、今ではいかないけど、ハンドマイクで、ハンドマイク、2人のやつがいいですね、ロック系、K-POP 系を、K-POP、うん、今流行りの、てかさ、知ってた？ブラックピンク、知ってる？左なんかいい。もうさ、知り合いなのかタレントなのか。本当に道道すぎ。曲聞いても全然。ふわふわなのか。俺の中で K-POP が生じるから。俺の中でここで止まってるの。で、メンズに行ったら総合シーンっていう、あとあのビッグバンやったけどね。ドラゴンボール。ドラゴンボールじゃない。ジドラゴンボール。ビッグマンやな。ビッグマン。ジドラゴンボール。ビッグマン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 。それをちょっと知らんねん。バズルのテーマをやってるライブの話として当たんなかった。ちょっと反省しました。すみません。ごめん、ちょっと話それちゃったけど、すみません。なので、K-POP はやってない。女としての活動してるし、K-POP でじゃあ別々にやってるから、一緒に。頑張って。そうですね。めちゃくちゃ気になる。遅刻だよ。そうなんですよ。で、高校も農業高校出身。そうなんですよ。
果汁部。果汁部。果汁部です。あの、果物の。果物じゃなくて時期の時期。時期の時期。果汁部。果汁部は割といいスローガンですね。マジで。おかげで。言ってたんや。そうなんですよ。失礼しましたよ。プロレス観戦ちょっと本当に知ってる。ほんま？本当です。プロレス知ってんの？知ってます。ほんまに？どういうこと？まあ、プロレス観戦のダンス本当かちょっと。はい、もともとお母さんが好きで、一緒について食べてたんですけど、鈴木健介さんってあれやね、北斗のなんちゃら、そうやね、そうやね、ほらほらほら、青田明の。好きなものを持つ。
今日の放送はここまで。
てたんThank you.
けど。続いてのコーナーはこちら、今月のバズラブクイズ。はい、こちらのコーナーは最新の流行がクイズになって出題されるので、それに西村さんとゲストの方にどんどん答えてもらい、最近バズっているものを視聴者の皆さんと回っております。はい、ゲストは引き続き斉藤美由紀ちゃんと前田さらちゃんです。お願いします。
ちょうどだから私あの時何も言えなくて一人で。Thank you.
サラちゃん2ポイント、ミユキちゃん3ポイント。で、最後のサービス問題がなんと、ポイントが ポイント、はい、はいはいはい。はい、いいよ、ちょっとじゃあ、真面目にして。え？来ましたので、はい、今日の優勝者はみゆきちゃんです。みゆきちゃんが全問正解、すごい、素晴らしい、多分完全に勝つ。こっちが言われたんですけど、全問正解は寝言からのもすごい、違う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 、11時から、はい、11時から、はい、
アリウム東京。アクアリウム。アオハリウムというところでありますので、はい、そしてリナちゃん、はい、我々全員、まあ、全員なんですけど、はい、今月の4月23日日曜日ですね、ゲストのお二人も出演する人でかいな。でかすぎて見えない。このお姉さんでかすぎだよ。でかすぎ。Thank you.